ダイオさんのニューモデル BLXLG ですね、651M/MLFB竿なんですけど、初めて今日ちょっと投げますが、もう本当ジャークベイトにすごい適した竿ということで、まず、キャスティングがすごい楽、綺麗にこうシュッと飛んでくれる、それも左右にぶれない投げやすさを持ってる竿。なんだ本当すごいね、スッと軽く、なんかミノーの重さが竿にしっかり乗ってくれて、自然にこう竿が返って飛んでくれる、うん、すごい投げやすい。で実際こうちょっとね、あのジャークベイトなんでジャークしてみると、あこれもすごいな、もうねしなりが多分取れてると思うんですけど、このムチのようなしなり具合でこう引いた時の感じ、しっかりミノーが水を噛んでる感覚っていうのが手元に伝わる。ジャークに適したこの BLX ですけど、まあ普段ね私スティーズの、スペクターって竿を使ってるんですけど、まあ、スペクターはどちらかというとこの上のサイズ、125のサイズであるとか、あるいはもうちょっと、ジャークした時に抵抗のかかる、まあ、もうちょっとリップの大きいものなんかが非常に扱いやすいんですけど、こっちは逆にまあ本当、まあ、100センチ前後のミノーで、シャロー系のリップを持ったものをすごいジャークしやすい、まあ、なんせあとはねジャークがねすごい気持ちよくできる、このライン水をねこうピシピシって弾く感じがすごくよく出るので、まあそれはね入力自分の力加減もありますけど、やっぱり竿のこのしなる感じと戻る感じのバランスがいいっていう証拠なので、すげえやりやすいですね。こうジャークしててやっぱりどうしても特にジャークベイトが効く冬の時期なんかは、まあこういう防寒少し厚手のウェアを着るんですけど、そういう時どうしてもジャークするとこのエンドが例えば肘に当たったり胸に当たったりするんですけど、だから全く当たらずにこの手首のジャークする時のスナップを非常に有効に使える。でなおかつ疲れてない時はね竿をこう離した位置で保てるんですけど、だんだん疲れてくると手が下がってくる、そういった時でも当たることがない、このスペースが確保できるっていうので、しっかり一日ハードなジャークベイトを使い続けることができるバランス、このグリップエンドのレングスの長さ、すげえ考えられて作ってます、作られてるって感じかな。でこうなんかこの竿だとなんかジャークもいろいろ使い分けられそう、軽いジャークから少しこう水をがっちり噛んだハードな動きと、ちょっと軽いシュッシュッと本当にこう水中でミノーがよたよたって動くようなジャークもできる、なんか小細工がうまく使えるロット、そんな、一本に仕上がってます。はい、BLXSG ですね、701MH の XB という竿になります。まあ本当、こう打った感じ投げた感じからいくと、まあ本当に 5g テキサスクロー系のワームをこう足際にパンパン打っていくような竿、すごい、打ち物に適した竿の仕上がりですね。で今までのブラックレーベル、PF に比べてやはり、同じ MH ですけど
っぱり洗練された感じ、もうすごいシャープ感、うーんってのを感じられますね。なのでこうピッチングしてった時のこのバームのこう低い弾道で飛んでく感じとか、あとはまあ今はねちょっと無風ですけど、ちょっと風があって竿が振られるような時でも、綺麗な、ロッドバランスを保ててる一本になってます。いや、なんかでも軽い、やっぱり軽さ、洗練された感じ、感度、こうね落ちてプッとこうワームがそこについた時の感じ、あと少しこのラインスラックを出して操作した時の操作感、こう全てにおいて、すごい、なんだろうな、もう一言で言うと本当使いやすい。でやっぱり場合によってはこう私なんかねこう右巻きですけど左でも投げたりする、でほとんどこう利き腕じゃない方で投げたりした時のこのフィーリングっていうのも全然違和感なく、やっぱり多少バランスが悪かったりちょっと重たかったりするとちょっとね無理して投げなきゃいけないとこあるんですけど、そういったものがない、こう自分がイメージしたリリースポイント、リールのねあのサミングというかこうクラッチ切って、親指を離すリリースポイントとこの竿のこうワームシンカーの重さを背負って飛んでく感じがすごいイメージしやすい。また操作性、このちょっとねラインスラックをたるまして引いた時のティップの入りとか、まあ本当ティップだけじゃなくてその下のセクションもすごい綺麗に曲がってくれるので、例えばちょこうボトムに引っかかりがある、なんか石があります、枯れた足の根っこがあります、流木があります、そんなものが引っかかってプッと抜ける感じっていうのもすごい誰もが使いやすくて抜けやすい、そんな操作感を持ってる竿、なんか打って打って打ちまくりたい、でかけてかけてかけまくりたい、すげえそんな感じがする一本です。